ランといえば定説で2番と、今日のおすすめといいますか、はい、目玉商品みたいな感じ。これですね、Bluetooth でスマホと通信できるようになったので、これも Bluetooth のレポートとして、メールで送ったやつも報告もできるっていう。共有もできるし、見た目同じなんですけど、ちょっとそれぞれ測れる項目とか機能が違って、このテスターはそういったような機能がついてますよ。は計測器などで有名な日置さんのブースに遊びに来ました。まあ、日置さんで言えば計測器いろいろあると思うんですけども、まあ、今日のおすすめといいますか、はい、目玉商品みたいなのがあります。わかりました。今日ちょっとよく出てるものですと、例えばこのゴールデンクランプリになるんですけど、今までのクランプリってこう先端がかなりごつい形状になってて、で、漏れ電流って非常に微細な電流なので、はい、ちょっとこの中をですね、割としっかりした構成にしてないと分からなかったんですけれども、ちょっと最近ですね、こういった細い形状のものでも、はい、組み立て隙間に挟みやすいということで、他社さんではあんまりないようなものになってて、例えば、これちょっと写真があるんですけど、こういう組み立った先端ですね。へぇ、あ、そうですね。細い線でもいけるんですね。細い線でも。あ、ブレーカーからも漏れ電流が吹かれる。そうですね。で、漏れ電流用クランプなんですけど、一応 AC の600アンペアまでは測れるので、まあ、そういうコンパクトなサイズで1台ポケットに入っておくと、割といろんなとこ測れるという感じで、ちょっと便利になっています。これですね、Bluetooth でスマホと通信できるようにもなってまして、これ、あの無償の、アプリになるんですけれども、測定した値がこうスマホに飛んでくるということが可能になってます。現場監督とか管理するので、Bluetooth で飛ばして、記録もこれ残せますもんね。そうですね、でそのまま PDF のレポートにして、メールで送っちゃえばもう報告も完了っていうような。共有もできるし、はい、そうですね、便利になりましたね。で、僕、ヒヨキさんのいいなっていうやつが、これ、テスターですよね。そうですね。やっぱりこう、でっかい四角いのが主流なんですけど、はい、こういうね、ポケットにも入るようなやつで、後ろにコードがついてて、まあ、こう片手でできるんですよね。そうですね。っていうのが、これは僕はすごい好きです。結構、コンパクトな製品も多いので、まあ、持ち運びに便利だったりとか、まあ、カバンにたくさん入れたりとか、することができる。そうそう、だからまあちょっとこれで例えて悪いんですけど、いいね、ちょっと置くとこがこうあればね、うんうん、こう僕らもこうでき2個2本手がいるけど、置くとこないときこんなこと多分みんなしてると思うんです。でも何ですか、同数いけます、いけます、少し上のやつと同数も、あ、そうですね、僕何ですか、これアモムド切り替えか、あ、そうですね、ちょっと小さいんですけど、ね、これ、あ、そうですね、はい、この片手でできるのは僕はこれがすごい気に入ってます。めっちゃいいですね、はい、あとこれもちょっと、はい、大きくはあるんですけど、これの、ちょっと一部の製品で安全に特化した機能があるものがあってちょっとご紹介したいんですけど、それがちょっとこちらになりまして、見た目同じなんですけどちょっとそれぞれ測れる項目とか機能が違って、これ DT4224 っていうテスターになるんですけれども、でここの抵抗レンジ、まあ、電圧測るときは電圧レンジ、はい、で抵抗測るときは抵抗レンジに切り替えてそれぞれ測定する必要があるんですが、電圧測るレンジで電圧測ったら、まあ、当然正常に測れるんですが、抵抗のレンジで電圧を測りに行こうとすると、はい、ここの測定ファンクションをですね、切り替えることによって計測器側の入力インピーダンスも変わるんですね。電圧計測の時は入力インピーダンスはものすごい高い状態になるんですけれども、通常のテスターはこれ抵抗ファンクションに切り替えると抵抗測定用に入力インピーダンスがものすごく低くなってしまうんですよ。でそういった状況で間違えてコンセントの電圧を測りに行ってしまうと過電流がこう一気に流れて、でブレーカーがプチンと落ちて、このテスターはそういった電気事故を防止するような機能がついてます。でどういったことかっていうと、この抵抗レンジのまま電圧を測定してもこの入力インピーダンスが高い状態でアラートを出すという機能がある。ちょっと試しに測ってみます。そこに実際にコンセントがあって、活線ってことですね、これ。あ、そうですね、はい、活線状態です。で、検電器でこう電気が来てることが今確認できます。交流電圧だと商用の 100V が来てる状態ですね、はい、でここを抵抗ファンクションで差しに行くと、まあ、本来であれば危険なんですけど、このテスターはこうアラートを出すようになってて、実際はこれ抵抗ファンクションに切り替わってるんですけど、中自体は切り替わってなくて、測定対象物に電気が来てないってこの機器が判断することでやっとちょっと切り替わるようになってますので、電気事故を未然に防ぐっていうところでは
結構重宝いただいているようなものになってますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いろいろな商品を紹介してもらってありがとうございます。ありがとうございます、電気工事業界ではね、僕ら計測が必ずしないといけないんで、ひよきさんにお世話になってるんですけど、大体僕の商品さんが電気屋さんなんで、はい、電気屋さんに向けて最後に一言言ってもらって始めてもらおうと思います。はい、ありがとうございます。弊社ひよき電気ではですね、テスター、メガ、クランプ、様々な電気計測器取り扱っております。で、今ご紹介したような安全に配慮した仕組みだったりとか、あとはスマホとの連動だったりとか、皆様のお役に立てるような製品を今後も提供していきたいと思いますので、続きよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。頭が高く取れますので、すげえ、これはすごいわ。どうしてもこういうところに椅子が売ってあったとしたら、ね、取ってもらって、これめっちゃいいやん。僕もちょっと使ってるんですけど、これはもうぜひおすすめなんで、とりあえず面白くしたいです、電気屋を。